ボートレース平和島 G3 第30回キリンカップ。初日のメインカード、水面際ではギリンジョッキーズのお二人がラウンドガールで花を添えてくれました。東京ベイ選抜第12レースが始まりました。さあ、作戦待機行動ですが、3号艇の江口がスタート点地同様動きを見せてホーム側です。対戦メンバー、1号艇石野孝之、2号艇飯山康、3号艇江口昭夫、4号艇池田浩二、5号艇山田哲也、6号艇市橋隆、以上の6選手の対戦です。イン1コースは1号艇の石野孝之、快速19号機を手に前半カードは4コースからまくって快勝、連勝を目指してのイン戦です。2コースには3号艇の江口が動いてきました。江口は前半カードは2コースから指しての勝利が上がっています。さあ、センター3コース、3角に引いていきました。スタート点時同様、2号艇地元の飯山が3コースの角線。そして4コースが4号艇の池田浩二。5コースには5号艇の山田哲也。サイアウト6コース、6号艇の市橋隆。外枠3人の選手、前半カードでは2着連帯をマークしています。スタイルは2対4と分かれました。第12レース。進入はインコースから1番、3番、2番、4番、5番、6番でスタートしました。インから好スタートは1号艇の石野、そしてアウト6コース、6号艇の市橋も動いていきます。さあ、一周1マーク、しかしここはインコース、1号艇の石野が先に回ってリードを広げていきます。内を通って6号艇の市橋、外からは3号艇の江口。バックストレッチへ立ち上がっていきますが、早くも速攻は1号艇の石野、後続との定間を5艇身、6艇身に開けて向こう上面中央を通過、スタートは全艇正常でした。さあ、2番手争いは現在混戦ですが、内側から2号艇の飯山が先迷っていきます。6号艇の市橋が差し返してホームストレッチ、6番市橋が2番手浮上、体勢は1番、6番で直線コース、先頭1号艇石野は大きなリード、2番手は6号艇の市橋が2艇身ほど前で、その後ろですが、4号艇の池田、3号艇の江口、この両選手が並んで6番の市橋を追っています。1周目の大スターマーク、先頭から1番の石野、そして2番手は6番の市橋がキープして、外から3号艇の江口が追っていきます。さあ、2、3番手の定間なくなっていきました。さらには内を通って4号艇の池田もこの争いに加わっていこうとします。レースは2周目2マークへと移っていきますが、2、3番手、4番手、それほど定間は開いていません。2周目2マーク、1号艇の石野トップ、6号艇の市橋が2番手キープ、3番手は3号艇の江口で、4号艇の池田は少し遅れを取りました。体勢は1番、6番、3番でラスト1周。先頭は完全に独走になりました。1号艇の石野孝之、3周目1マークもトップで折り返していきます。2番手は6号艇の市橋隆、3番手3号艇の江口昭夫で最後のバックストレッチへ立ち上がっていきます。3、4番手も差が開きました。後ろは4番の池田が4番手、後ろは2番の飯山が5番手、最後方は5番の山田が追走して残り半周を切っていきます。先頭は独走ぶっちぎり、1号艇の石野孝之、最終コーナー旋回していきます。この初日は連勝ゴール、2番手は6号艇の市橋が優勢に運んで、3番手は3号艇の江口で、体勢は163で第12レースはゴールインです。先頭1番石野ゴールイン、2着は6番の市橋、3着は3番江口ゴールイン、後ろは4番池田、2番飯山、最後方5番山田ゴールインです。